どうも兵頭大輝です。今回ですね、兵頭大輝チャンネル YouTube アップの動画はですね、おしゃべり大好きです。いつもはですね未収録 DVD に入ってないですね未収録分を皆さんに見ていただいてるんですけど、今回ですねまあ何回かありました、兵頭大輝が今見てほしいエピソードと題しまして、 DVD に入っているエピソードを今回は見ていただきたいと思います。これはですねおしゃべり大好き DVD の第4巻に入っている中華料理屋というですねエピソードでございます。今2022年12月2日にアップされていると思うんですけども、そうですね、明日12月3日、ですかね、福岡の方でおしゃべり大好きのライブをするという前哨戦としてこれを見ていただきたいなと思います。2022年のおしゃべり大好きの締めくくり、明日福岡でやります。よかったらコネクト劇場お待ちしております。まだチケットもちょっとあります。配信もありますんでよかったら見てください。よろしくお願いします。それでは見ていただきましょう。今回のエピソード中華料理屋です。どうぞ。食べ物屋さんすごいですよ。一回ね地方へ行った時にね一人でプラッと出たんです。1回目と2回目の合間ね、でお腹減ってて何食べようかな思って、で中華のええ匂いがしてきたんですね。でええ匂いするなと思ってパッて見たら2軒並んでるっていうか、対面ちょっとずれた対面に並んでるんですね中華屋さんが。ここはめちゃめちゃ綺麗です見た感じ。こっちボロボロなんです。でどうしようかなと思って、で綺麗な方を覗きに行ったんですね。のれんからこうやって、だめちゃめちゃ高価そうなんですね。なんかあの椅子の背もたれも複雑なはしごみたいなやつありますやんか、なんかねそんなんあって、うわーってなってパッと手前見たらこれぐらいのなんか中国の子供のクリーンってなった人形がこうやってずっとこうやってるんですね。でここもめっちゃ高そうやなと、うん、どうしよう思って次パーって行ってこっちボロボロの中見てみよう思って、ボロボロの中こうやって見たら中ギトギトなんですよ。これはどうしたもんやと、どっち行こうかな思って、どっち派ですか、何も情報はそれしかないんですどっち派ですか、綺麗な方派、ああごめんなさいありがとう、汚い方派、あうっすら汚い方派僕もね汚い方やったんですよ。これねこんなボロいとこがこんな綺麗なとこの前で商売しよう思ったらよっぽどや思って、産まないわけがないと思って、でこっちやなと、でさ多分さっきの店も子供がこっち来んなってやってたと、ね、こっちじゃないよって言うてたとこっちや思って、もうこれはもう揺るぎないわ思って、でカラカラってこっちのボロい方に入ったわけです。でバンって閉めたらもう下滑る滑る産まないわけがない思ってね、もう自分にねずっと産まないわけないやんこんな滑んねんでと、ほんでパッて見たらなんかねごっつさんあくびしながら身を押すみたいなおっさんが出てきたわけですよ。あくびしてはるやんと、産まないわけない朝早くからご仕込みをしてたんやなと、産まないわけないわ思って、でねあのテーブル行かせてもうでよろしいですか言ったら、あテーブルどうぞって言うから行ったんですね。こっからだいたいこの辺までの距離ですよ、もう歩こうとした石2歩ぐらいやね、あとは滑るようにそっち行ったね産まないわけないわ思って、ほんでバーン座って、ほんでまあとりあえずあすいませんトイレ先行っていいですかとね、ちょっと行きたいんでってあどうぞって言うから、もうそっからトイレもあのね僕のとこぐらいまであるけどもう滑るように行った。ほんでもうねもうノブねドアノブなんかどっちも回れへん固まったままや、ねこれは産まないわけない、何人もが回しすぎて固まってもったやろなみたいな、でガチャン上げても中ズルズルやね、でバーンでしておしっこしてパッと見て流すとこ見たら台の方を使うべからずって書いてんの、産まないわけないこの上から目線ものすごいええなとね、ほんでもう絶対しょー言うて押して、ほんでまたツーン滑るように戻ってね、で何しようかな思ってもらってメニュー見とったらもうほって当たってふーってなってほって見たら猫や、産まないわけない猫やんか最高やなと、しかも3匹やでこれ産まないわけないと、3匹集うかこの店にと、やるな俺とここよう選んだわとね、でまあとりあえず何しようかなとね、じゃあまあとりあえずあの半ちゃんラーメンでと、これぐらいのチャーハンと大きいラーメンね、半ちゃんラーメンでと、さあこれすごいと、ほんでちょっと小腹も減ってたわけですからなんか欲しいな思って餃子食べたかったんですけど、次の舞台でね矢野にちょっと言いにくくさいのもあれやしなやめとこうかな、でも食べたいしなどうしようかなみたいな、なんかねじゃあ春巻きでっていうものすごい妥協案です僕の中でね、ねもうディズニーランド行きたいのになんか休み少ないから島スペイン村みたいな感じの妥協案なんですよね。でそれをまあ
頼んでね、であの春巻き用のねちょっとあれ作ろう思って、で小皿ねものすごいもううまないわけないよ、もうねなんか黒い点々いっぱいついてるすごいね、ほんで醤油すごかったね、こうもうたなみなみ入ってるのに出ないんですよ ね、 これねトリックアート的なね、これうまないわけないな思って、爪楊枝でクソンついてね両方ついてズーン出して、うまないわけないぞこれはってやるよんなこの店思って、猫も走り回っとるなーなあ思ってこれ絶対うまいわ思って、うまないわけないこんなもん思って、ほんで雑誌を思って見たら雑誌もいつの雑誌かわからんような雑誌ね、パッて見たら熊田曜子がね表紙のマガジンなんですよ、こんなもんまあ知らん人はわからんと思うけどいつのやねんってなるぐらいのやつなんですね、ほんでこれすごいこんなもんね、うまないわけないよこんなん普通古本屋で売ったらこれ8000ぐらいするんちゃうみたいな、これをここで読めるなんてとね、パッて見たら2002年のやつですよ、これうまないわけない、2002年からこの店はあったはという事実がある、これは絶対うまないわけないと自分にずっと言うてたんです、でこれ見よう思ってパッて見たらね、熊田曜子のねそんな見れないですよ昔のお宝ショットですよ、もうねこんな金のビキニでね胸グーッと寄せた熊田曜子がねトローンとした目つきでこうなってるんですよね、で誰かが吹き出し書いてるんですね、まずいわチャーハンやっぱりなぁ、うまいわけないやんこんなドロドロやし猫おるしみたいな最悪やん次めくったらそのビキニでこうやってる熊田曜子のまた違うやつですよ、吹き出しでラーメン激まずって書いてる、もう情報頼んだでみたいな、いやいやいやってなって次見たらアメリカの国旗の熊田曜子ね、ビキニの熊田曜子が餃子だけうまいって語ってるんですよしまったみたいな、ね、なんかディズニー楽しいでって言われてるような感覚なんです、分かってるそれは分かってるみたいなね、うわでも島スペイン村行ってもだしみたいな、でももう作ってるしね、からやっぱいぞ思って、でもこれ正直いやうまいと思うと、2002年からあって3吹き出ししか書かれてない、これは上等ちゃうかとね、味なんか個人差やからね、から分からへんわ、もう全然大丈夫よ、でハンちゃん出てきたんです、で春巻きもすぐ出てきよったわ、ね、チャーハンね見た感じ普通なんですね、こんなんなまずい言うけどもチャーハンなんかなんぼまずくても醤油かけたらどうにかいけんねん、で食べたんですそのまんま、醤油の味しかしないんですよめっちゃまずいやんこれに醤油かけたら醤油やんみたいな、ってなって、ラーメンもこれ分からへんで思って飲んだんです、醤油飲んでんのかな思って、全部醤油の味なんです、で麺が分からんわ思ったらもちもちなんですね、ふにゃふにゃで何これってぬるいし、いや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 ってなって、でまあ春巻きはね何も書かれてへんし思ってパッて持ったらパリパリ感が何もないわ、でちょっとつけて食べたらぐちゅぐちゅや水がぶわ出てきはんねん、まずい思ってほんまに餃子うまいん思ってでも頼んだし思って、で猫にね3匹おるからチャーハンだけねちょっとだけパッと落としちゃったんですよ、全然寄ってこないんですよ匂いにもけえへんの、でも頼んだし食べれるだけ食べたんですよ、もう半分食べれてないってなって、辛いから水ばっかり飲んでるんですよ、ほんでもうええわ思って、でね財布出す前にボールペン出してねこう熊田曜子のねまたアメリカの国旗でこうやってる熊田曜子ね、で上見てる熊田曜子の吹き出しに春巻きべちゃべちゃって書いてあったんですよ、んでおいってもうこれで僕のミッションは終わったんです、もうこれでいい、あとはみんな楽にしてくれと、で滑りながらいくらですかって言ったら1000円ですって言うから1000円払うてあれ出したってバーン閉めて最悪や思ってやっぱり新しい方やったな思ってもっぺんのどこかな思ってパッて覗いたらね子供が僕にね1000円損したんみたいな感じでこうやって損したって言ってそのまま帰りました、ね、いやあれは衝撃やったな1枚目のあれは今もずっと口の中味を思い出してるんですよボケてきたわ
本気でボケてきた今。じゃほんまにやばいんですけども。今俺熊田陽子って言ってたずっと。あ、ごめんなさい、小池栄子やった。怖っ。ほんま最悪やったわ。あの熊田陽子思った瞬間、小池栄子の顔が出てきたんですよ。え、俺ずっと俺今熊田陽子って言ってたみたいな。怖っ。いやほんまにやばいな、ごめんなさいね。今の小池栄子です。いやボケるのも程があるな、やばいな。いやほんまにやばい。いや僕ね最近ほんまやばいんですよ。昔から言うてるでしょ、タバコ買いに行ってボタンだけ押して帰るとか。そんなんね、もうね序の口なんですよ今。引くからあんまり言わん方がええかな思うんですけど、言うていいですか。この前ね、ツタヤ行って DVD がっちり借りたろう思って、1時間半ぐらい回って借りたろう思って、で DVD 見られへんかって、もうストレス溜まってるから借りて、もう見れるだけ見たろう思って、ブワー1時間半ずっと、もう2時間ぐらいかな、一人ずつ一回一人でまあ見て、ほんでもう10枚ぐらい借りてね、ほんであのカウンターのとこボーン置いてドヤーみたいな感じでね、終わったわって待ってたんですよ。ほんだ店員さんが、兵藤さんポニョ2枚ありますけどって言われて、やっぱりね2回うわポニョや思って、おもろせやな思って、2回撮ってるんだで回って、またこっちからか知らんけど、うわポニョや思って撮ってるわけですよね。ほんでね、何が怖いか言うたら、これほんま引かんといてね、ほんで、あーすいません間違えたって言ったら、シュレックも同じやつ2枚あります。これやばい思って、ほんでね僕の中で、あポニョ間違えたって言うたんですけど、シュレックも間違えたっていうのが、もう間違えたっていうのが怖すぎて、ほんで変なプライドもあって、あそれは2枚でいいですってわけのわからない。ほんで家帰って半分1枚見て後半こっちで見たみたいな、とりあえず2枚見たぞみたいな感じではやったんですけど。さあどうでしたでしょうか、中華料理屋、いや本当に私の大好きなエピソードの中の一つです。こういうお話をまた明日したいなと思ってますし、この中華料理屋、まあ、パパ友の笑福亭大地君がですね、このエピソードをですね、創作落語にしてくれるということで、今そういう作業もしていただいております。そちらも私は楽しみにしておりますんで、またよかったらそちらも見ていただきたいと思います。ではそれでは今回もどうもありがとうございました。明日福岡でお待ちしております。2022年12月3日福岡のコネクト劇場です。あだしさん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。